板垣信のは、戦国時代の武将、海、武田氏の家臣、と書かれることが多い。武田晴信武の重臣、板垣信方の長子として生まれる。天文17年の上田原の戦いで、父が戦死したため、家督を継ぎ、諏訪城代となった。200期の童心、悲観を有していた。さらに、武田家最高職の領職に任せられた。 工事3年7月、品の小谷城攻めに参陣。両職の地位にあったとされるが、父と違って有能ではなく、春信からは疎まれていたとされる。その後、春信から一、千年報福寺合戦の際に、下病で出陣を怠り、小山田左平城の兵が虚しく、火を送り、小笠原勢との合戦を遅くさせたこと。一諏訪軍代は教育を警備する役なのに、遊芸にふけり、 役目を果たしていないこと。一、同心や悲観をエコビー騎士粗末に扱っていること。一、ババ民部、内藤修理などの矢次郎より、先輩の武将が戦っている時に、先んじ戦わず、これを見物していたこと。一、あまり左衛門の城は、当年十九歳であるが、よく働いて、感情ももらっているが、矢次郎は、良い同心や悲観を持ちながらも、一度も手柄を、 立てていないななここれはこののに忠一、陰でこの、信玄の噂や悪口を言っていたらしきこと。一、仲間同士の付き合いもそりゃくであること。という七箇条にわたる質問状を突きつけられ、従来の不養席を理由に上代を解任された上、甲府長前寺に押し込めに処せられた。家臣らにも見放されたが、父の部下が、 造り取りから取り立てた曲り淵吉慶だけが長禅寺にも従ってきた。ある時、吉シが少し目を離した隙に支援により本郷八郎左衛門に殺害された。あるいは、春信の歓喜をこむり改役され、板垣の名を名乗ることも召し上げられた上、追放されたとも言われる。これによって、板垣家は一旦断絶したが、翌英六元年、春信は、 板垣信方の女性、小僧さ京領に板垣の名跡を継がせて板垣信康と名乗らせ、以後こちらを板垣家の着流とした。信康の着手に板垣修理助がいる。ありがとうございます。